雨や台風といった災害は年々激しさを増しており、山形市でも令和2年7月豪雨など大きな災害が発生しています。今回の動画では市避難所の新型コロナウイルス感染症対策はどうなっているのか、避難するのにどのような手続きが必要なのかを紹介するため、災害が発生したことを想定し市避難所に避難したいと思います。なお、避難所にある備蓄品は高齢者の方など非常持ち出し品を持参することが困難な方々を対象にしているため数に限りがあります。また各個人各家庭で必要としているものが全て揃っているわけではありません。あらかじめ非常持ち出し品を準備しておきましょう。市避難所にはマスクや消毒液などの感染症対策キットが配備されています。入場する際は設置されている消毒液で手指消毒をお願いします。なお、順番を待つ際は密にならないよう間隔を空けて並んでください。ここは事前受付になります。こちらでは検温と問診を行います。検温の方を失礼いたします。こちらの方の症状はありますでしょうか。なお、発熱や問診の症状の有無により避難スペースを分けています。症状のない方は一般車用総合受付に移動します。あちらの方にお進みください。総合受付では避難所受付表に世帯代表者の氏名、住所、連絡先、避難した家族の人数を記入します。記入後、避難届と鉛筆が配布されます。総合受付の混雑を避けるため避難者スペースに入ってから記入してください。後ほど総合受付に提出するか回収に来た職員に提出してください。案内された避難者スペースに移動し避難完了となります。避難指示が解除されるまでの間、おのおの避難者スペースでお過ごしください。症状のある方は専用の部屋に移動します。受付では避難所受付表のほかに健康観察表を記入していただきます。記入が終わりましたら職員が専用スペースへ案内します。災害はいつ起こるか分かりません。緊急避難に備えて避難所の場所を確認しておきましょう。